たんじゃん、あれじゃん、もしかしてあの車シャバンでしょ。いや、多分色があれじゃんこれやこれやこれかな、シャバン一緒かな、ちゃうやろが。えなあ見たわかるやろ、なんやねんこれ。ちょドライブ企画で、ドライブ企画これです。入っていいですか。すいません。いいけど失礼します。火事やぞ、うるさ、工事現場みたいなすごいな、こんな車乗るやつおるんや。おるよ、まあ、それはおるよ。これに慣れてたから俺は。この前僕らよく行くバーあったんですけど、はい、エマイ君来てるのすぐ分かるからね前通ったら、あ、エマイ君来てんやこれで移動してるからすごいな、これ今日これでドライブ企画ということで、はい、もう見てほら、あの人撮っといてな、見るから、ほら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 、俺はずっと見てる、誰も見てないやん逆にもうこの住人の人慣れてんねんこれこれ走ってても慣れてんねん、あ、またこの人走ってらって痛い子なんやろうなって、痛すぎるやろ、声かけられるかもしれないしな、はい、まだエマイじゃんみたいな。で駐車で止めてたら言われるよ、コンビニとか止めてたら、あ、エマイほらほら見てる見てる見てるすげえって言ってそれは見るやろすげえって言って見てる、それ見るよコンビニとか中で普通乗ってたら別に普通やねん、外からないよ、外からなんすね、外からないよ、周りの白い目、外、ほんまに恥ずかしいからな、これ言うけど白い目もしんどいぜって言わずに一人で歩いてきたよなそんなもんじゃないよ、そんなええもんじゃないよ、ほら動くんすよね、ちゃんと潰してないんすよ。いや、潰されても困るし、まあ、ほとんど潰してるのと一緒やけど、これはマジで、え、でも乗ってるやん。いや、乗ってるけど、その、もう、俺がバレてる。結構ちょっと、喜んでるよな、正直。はい。ちょっと待って。ちょ、いや、普通乗らんもん。だから、結構車の量増えてんじゃんって、結構噂になってるから。誰が喜ぶん、これで。これ、マジで俺喜んでないですからね。ドライブというか、ドライブする。マクド行こうか。マクド行く。マクドナルド行きますマクドナルド行きます、はい。ちょっと、奥のコンビニ歌をしますね。はい、マクド行ったことないですね。大丈夫。恥ずかしいんで。サムネ欲しいから外から見とこう。別に恥ずかしいからじゃないですよ。お願い、お寄って。一人嫌や、ドライブするわ。頼む。もう後ろのヤンキーもなかなか前越せてないからね。後ろのヤンキーも怯えてんやろな。前に一番。まあ、知ってるやろな、絶対。じゃドライブするの時俺外から撮っとくか。なんで、はい。お願い。一緒に寄って。サムネにしようかなと思って。お願い、一緒に寄って。この車でドライブするっていうサムネにしようかなと思って。神様お願いします。僕を一人にしないでください。マジで嫌です。じゃあもう俺これで南とか行かれへんなったから。行って一回。いや、ちょっと。行け行ってよなあ、はい、止めてたらえぐいことだね、多分雨村に止まってる雨車より人集めますよみんな忘れてると思うけど、あの頭の方にあの MI って書いてるからねまあでもドライブスルーはちょっとサムネ撮りたいから俺だけ降りるわ。あ、僕も一緒に降ります。大丈夫よ、大丈夫よ。それは MI 君ちょっとどうするっすか、カメラの確認とかするっすか。俺もちょっとちゃんと映ってるか確認したから降りていいかできる免許持ってるとこの二人しかおらんから俺もちょっと確認したいから俺もどうせ動画ないと綺麗に撮ってほしいから。回ってますよね、回ってる。嬉しいことにそのシャバンとかが世の中にはい、それは嬉しくないよ、みんな隠すよ、みんなモザイク。なんでなんすかね、エマイ君だけモザイク入れてないんですよ。お前のせいや、編集してるお前やもん100% お前やもん。YouTuber 史上多分初っすよ初めてよ、自分のサンプルを普通に出すっていう100万人超えてんの自覚してへんねん、一人100万人ってエグい数字やからね。ごめんけど、ごめんけどな、何プレ出してるから AI 君だけ、はい、何でなんやろと思って俺も疑問で動画アップロードしてんねん毎日もうさすがにお願いした。でも飾りたい人とかおると思うで、コアなファンとか。そういう人が追ってくれたら助かんやんけど、今んとこ見当たってないよな。家の中に飾る人とかおるかもしれないですよ。でもエマイ君、あの車すげえとか、うん、あれチャンネルガードマンちゃんって言われてるうちがハナやと思っといた方がいいっすあ、来ました、マクド。来ましたね、見えてきました。ちょっとこれさ、山ちゃん外からちょっとサムネ撮ってきて、俺持っとくわカメラ。はいはい、こうやってちょっと横の風景撮りたいから、ちょっと山ちゃん下ろしてよ。ちょっと山ちゃんがサムネイル撮りに行ったんで、はい、僕らドライブスルーしましょうか。ドライブスルーしましょうか。
もう怖い。え、こっち側っすよね、ちょうど。そうね、全部見え。えぐいよ。もう。でも前の車にはかっこよさ買ってますよ。ね、曲げてるよ。100ゼロやもん。一気始めレクサスやもん。レクサスにこれ買ってる。買ってるっす。自信湧いてきたな、なんか。いけるっすよ。これ、サイドミラーから見えるもうカラーが一番恥ずかしい。どんなんすか？このミラーがちょっと見えるんですよ。あ、映ってます、映ってます。ほんまや。ちょっと見えんすよ、毎回。ちょっと確認するたびに。ええー。現実に戻されんねん、その度。あ、その度に、現実に戻されんすかね。うん、言って。おい！カメラちゃんと持てよ、お前。すいません。ちゃんと持てよ。それ初めてなんだ。初めてなわけないやろ、お前。いつも見てたらなってやんけ。握力ないんだ、お前。左右持ってます？左右持ってる。あ、よかったっすわ。お、ないっすよ、今。何を頼みますか？なんか、エメイ君でもマクド大好きなんですよね。僕、マクド基本しか食わないんで。基本しか食わないと思う。日本語おかしいよな。マクドの基本しか食えへん。基本ってなんなん？もう文字食い始めたん。なあ、基本っていう言葉を食べてるの。じゃあ、基本マクドしか食わないって、ね、うん、ちょっと、僕の通の頼み方していいですか？はい。もうめちゃめちゃエメイ君もずっとマクド食べてる。ほんまに。チャンネルガードマン始まって、いつも何食べてましたっけ？それまで？いつもは。いつも？うん。いつもコンビニ弁当よ。え？違うっすよ、マクドで何頼んでんの？マクドでいつも頼んでんのはビッグマックセット。あ、ビッグマックやったっすね、うん。あ、そうですそうです。だから絶対俺照り焼きですけど、エメイ君ちゃうかったっすもんね。俺絶対ちゃう、毎回帰るから。で、山ちゃんはって俺と一緒っすよね。うん。モナリザも、モナリザダブルチーズバーガーやったっすね。うわぁ、懐かしいよ。確か。マジで懐かしいやつや。あいつ一緒ダブルチーズバーガーやったっすね。マジで懐いやつや。エメイ君はビッグマックっすか？ビッグマック。でもまぁ今日は特別ちょっとみんなに通の、マクドナルドの通の食べ方を。マジでレアっすか？マジでレアから。結構混んでるっすね。混んでますね。ちょっと昼時やからね、日曜日の。これさ、あ。来ましたよ。はい、ガードマンいらん？僕大丈夫っす、うん、じゃあいいっすか、注文。はい、お伺いします。ビッグマックセットのピクルス抜いてください。はい。ほんでコーラは L で、ポテト M で。はい。ほんでポテトにバーベキューソースつけてください。大丈夫ですか？30円ですか？30円いただきますが大丈夫ですか？あ、じゃあやめといてもください。はい。以上で。ドリンクがコーラの L で大丈夫ですか？はい、それでお願いします。はい、かしこまりました。ドリンク車内でお召し上がりですか？はい、お召し上がりです。かしこまりました。お客様のお会計が710円です。お車を気をつけて前を進みくださいませ。はい。ちょ、賞賛の注文よ。ピクルス抜きでバーベキューソースつけてくださいで、やっぱやめときます。来ましたよ。どんなリアクションとするのか、ちょっとエメイ君だけの顔映さないとダメなんで、この人映ったらダメなんで、ちょ、700円貸してくれへん。ど、車どうすか、かっこいいっすか？はい。ありがとうございます。思ってないじゃないですか。ポイントカードよろしいです。はい、愛車なんですよ。車かっこいいですか？かっこいいですね。300円の返しでした。聞いた？普通の人間はないよ。かっこいいですねって。普通はそうなんよ。すいません、お待たせしました。ありがとうございます。すいません。かっこいいですよ。すいません、ありがとうございます。おー、行き始めんけ、お前見たか？お、見たか？店員の顔見たか？言わんことないやんけ。いや、でもエメイ君良かったじゃないですか。全然良くないわ。いや、良かったよな。恥やんけ、はい、行き恥さらしやんけ。いや、恥てないっすよ。いや、店員の引き笑い見たか、あれ。店員の顔、行き恥やんけ。いや、惚れてましたよ。惚れてるかい。いや、惚れてましたよ。ゴキブリ見る目と一緒じゃん、あの店員の顔は。え、それは普通じゃないですか、そこは。なんでやねん。別にゴキブリ実際見てるんやから、それは別にいいじゃないですか。でもあの、ほんまにでもちょっと惚れてたかなと思ったっすよね。惚れてるか、馬鹿にしんやんけ。絶対あのエゴさした方がいいっすよ。マクド車 MY ゴキブリで検索者引っかかるっすよ。おディスしかないやんけ。全部ディスやんけ。あの人引っかかるっすよ、絶対。引っかかるわけない。ツイートしてるんで。絶対してへん。え、マジで大丈夫やんな。はい。どうするんすか、どこ行くんすか、この後。うん、この車廃止しに行く。